ヒデオです。こんにちは。この動画はバンコクの南東 150km にあるジョムティエンビーチからお伝えします。今日はですね、私の自宅のインターネット環境についてご説明させていただきます。インターネット環境は非常にその進歩が早くて、半年ごととか1年ごとにどんどん状況が変わっていきます。それで現在2019年12月現在の私の状況をご説明したいと思います。インターネットと言いますと、自宅で使う場合は通常は光ケーブルですとか、あるいは導線を引いて ADSL 接続するのが一般的かと思います。ただ私の住んでる団地の都合上、各世帯が勝手にこう線を引き込むということができないんですね。それでやもなく私の場合は、携帯電話の、無線によるインターネット環境を、使用しています。具体的にはですね、日本でも非常にポピュラーかと思いますけども、この、いわゆるポケット Wi-Fi ですね、これに SIM カードを挿して、それで電波を飛ばして家の中で各スマホですとかタブレットを使うということになります。ただいかんせんですね、これサイズがちっちゃいものですから電波の飛びが必ずしも、よくありません。お隣の壁を一つ隔ててお隣の部屋に行くと、もう電波がうまく拾えないなんてことがございます。そこでですね、私の場合は、こちらの、Wi-Fi ボックスを使っています。これはですね、TP-Link という会社の、MR200 というモデルです。で、見た目は普通のもちろん、Wi-Fi ボックスなんですけれども、背面にですね、SIM カードスロットがついています。わかるかな？後ろにこう SIM カードスロットが挿せるようになってるんですね。これによって、大きなアンテナがあるもんですから、これで各部屋の隅々まで電波が飛ぶようになります。これはパタヤ市内にある JIB というお店で買いました。タイランドでは各都市にチェーン展開していまして、パソコンですとかあるいは周辺機器をいろいろ多種各種取り揃えたお店です。 JIB というお店です。で、SIM カードなんですけれども、使っているのは、携帯電話会社 DTAC という会社の、インターネット 4G、無制限接続プラン、月額1099バーツ、日本円で4000円のプランに加入しております。で、これを差し込んで使ってるわけなんですけれども、通常ですと、スマホに差し込む、SIM カードをそのまま、Wi-Fi モデムボックスに差し込んでるということで、カード自体はですね、毎月、700分の無料通話がついてます。あとそれから、日本を含めたアジア各国、オセーニア、北米なんかでも毎月 5GB まで使えるといった大変お得な SIM カードになってるんですけども、そういった海外仕様ですとかあるいは無料通話といったものは、もう無視して使わないことにして、Wi-Fi ボックスに差し込んでると、いうことです。ちょっともったいないんですが、いいことにします。で、接続のその状況、実力なんですけれども、スピードテスト .net で測って、おおむね 25Mbps くらいの接続速度が出ています。20Mbから30Mbぐらいの間をふらふら、少しは動くんですけれども、だいたいおおむね 25Mbps くらいです。たまにですね、非常に速度が遅くなって、5Mbps とかにまで落ちることはあるんですけども、ゼロになることはありません。なので、特に日常で使う分には問題なく使えています。で、この、データ無制限プランですけども、登場したのが今年に入ってからです。私も2ヶ月前までは、
携帯電話会社トゥルームーブという会社の月額1300バーツで、月の上限データ容量が100ギガバイトのプランを使っていました。ところがやっぱり YouTube とかいろいろ見ちゃうと月100ギガバイト結構使っちゃったりします。うちには、デスクトップパソコンが2台、iPad が2台、iPhone が2台、Android タブレットが1台、それに、Google フォームミニの、スピーカーが1個ということで、データを使う機材がたくさんありますので、やはり 100GB だとちょっと心もとないことがあるんですね。なので、無制限データがあると DTAC という会社から出ているということを、2ヶ月前に知りまして、それでそちらに乗り換えたという次第です。なので、もし自宅のインターネット回線、特に有線を引っ張っていて、それで非常に不安定で困っているよという方がいらっしゃいましたら、ぜひその SIM カードスロット付きの、Wi-Fi ボックス、これの使用をぜひお勧めしたいと思います。以上です。どうもご視聴ありがとうございました。南国タイランドはジョムテンビーチからお送りいたしました。どうもありがとうございました。サワディカ。